はい、どうも、藤根 130kg です。もう順番回ってきたんで、やっていきます。この台パワーがあるんで、もう結構大胆に入れていきます。で、これね、ちょっとトガちゃんやり直、トガちゃん取った後にもう一度ね、ダビで並び直してるんですけど、これダビで並んでるんですけど、ちょっとしばらくね、何人かの方のプレイを、この間見てたんですけどね、真横にはめてしまうと結構こう埋まるんで、箸に真横にする前にこう手前にね乗せてしまうと楽だと思うんですよね。こういう台ってこんな感じで、OK、これはもう勝ちの流れですね。このままもう少し台の上で調整していきます。箸幅が狭いけどその代わりパワーが強いっていう、そのパワーが強いのがこの台のメリットなんで、こうパワーが強い台ではもうこんな風に台の上に景品をねうまく運んでしまって、よしめっちゃいい、あー危ない危ない危ない、危ねー、大丈夫大丈夫、これも真横になったらなかなか抜け出せないんで、もしかしてやめるかもしれないですね。どうしようかな。この辺で、さっきよりね、この深くというか、台の上に戻したときに、さっきよりも綺麗に奥に、徐々に徐々に奥に行ってくれてるんで、もう行けますね。よし、この形なら、うまく押せば落ちてくれるはずなんで、どうしようかな。まあ、月で行きます。こうで、あーミスった、早すぎた、すいません、ちょっとミスった気がする、おっとやっぱりな、ちょっとすいません、ミスりました。ただね結構難しいな、右アームがこうちょっとひねって若干手前に来る癖があるんで慎重にいきます。さっきより少し奥気味を押します。この辺、あ、ちょっと奥やけど来てくれるかな、これで、いいとこや。うわー、絶妙に粘りますね。だったら、手前を両アームで持って奥にっていうのは多分無理なんで、もうね、ちょっとミスると怖いんですけど、もうさらに大胆に、もう右奥の角を狙ってきます。ここ。かな、頼むぞ、いけいけ、よし来た、いやーギリギリの戦いやったけどなんとかゲットできました。はい、ということでもうちょっと横にしてから台の上を使った方が楽かもしれないですね。ただまあこんな風にねパワーが強くて箸幅の手前台は一度台の上に乗せてから突きで落とすっていうのが有効かなと思います。ということで以上藤根 130kg でした。ご視聴ありがとうございました。